米男子ゴルフの松山英樹、レクサス、は、18日、日本時間19日、まで米カリフォルニア州のリビエラ CC7322 ヤード、パー71で行われたジェネシス招待で、最終日6打差の7位からスタートして大逆転優勝を飾った。優勝トロフィーを掲げたその左手に、米国のゴルフ専門サイトも注目を浴びせた。表彰式。 鮮やかな黄色いウェアでトロフィーを掲げた松山の左腕に輝いていたのは、スイスの名門ロレックス製のサブマリーナー。ベゼルの色が大手コーヒーチェーンのマークに似ていることから、通称スターバックスと呼ばれるモデルだった。同社のウェブサイトによると、定価155万5400円。さすがロレックスという値段だ。米ゴルルフフ専門サイト WRX の時計専門アカウント、ホワッツ・オン・ザ・リストは、インスタグラムで松山の腕時計を詳細に紹介した。秀樹松山は、2024年のジェネシス招待で優勝した際に、ロレックス・サブマリナー・デート、スターバックスを着用していた。以前にも着用しているのを見たことがある、と、普段から松山とその腕時計を追いかけている様子。2021年の マスターズで優勝した後にこの一品を手に入れたと思うと入手時期まで特定してみせた。最後に、スターバックスは非常に人気があるため、小売価格の1万800ドル、約162万4000円で購入できれば幸運だ。現在、中古市場で手に入れるには、約1万5500ドル、約233万1000円を支払う必要があると、その希少価値にも触れている。